フレスカビサは豚肉、牛肉、洋肉とスパイスを混ぜ合わせて作った肉のパテを焼いた料理でセルビアの郷土料理。ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、モンテネグロ、北、マケドニアでも人気がある。玉ねぎ、開幕、アイバル、ウルネベを添えたメイン料理としてサイドディッシュとして、あるいはレピーニャに挟んだハンバーガーのような形で提供される。近年、 プレスカビツァはヨーロッパの他の地域で人気を博し、ドイツ、スウェーデン、オーストリアでは専門のファーストフード店で提供されていることもある。種類としては玉ねぎの入った非常にスパイシーなレスコバツプレスカビツァ、カシカバルチーズを詰めたシャルプレスカビツァ、牛肉とスモークされた豚肉で作ったハイデュクプレスカビツァ、ブラニエプレスカビツァなどがある。レスコバツプレスカビツァは セルビアで最も有名なプレスカビツァであり、セルビア南部の町、レスコバツに由来する。レスコバツでは、レスコバツグリルフェスティバルが毎年開かれ、2016年には 63kg の世界最大のプレスカビツァが作られた。ありがとうございます。